はい、現在の時刻、朝の8時50分です。見てください。積雲があの辺、ボコボコボコっと上の方に盛り上がってきてますね。ちょっと今日は大気不安定っていう証拠ですね。朝からこういった雲が出ると、これ雷雲の卵ですからね。ちょっと、今日はどうなるんだろうっていうなっちゃいますね。あっちに雲はない。うん。あそこに鳥がおりますね。はい。という感じです。で、今日は朝は暑い、暑めのスタート、暑いですね。あの辺もそうみたいにモコモコしてるね。結構発達の仕方が早いかもしれない、今日は。はい、さあ、10時でございます。先ほどの積雲は一旦消えましたね。うん。低い、薄雲になってます。はい、さあどうなるんだろう。さっき卵あったのにちょっともったいなかったですね。うん、まあでもちょっとこの後なのか注目して、あ、あとこれ鳩さんがいますね。鳩さんがあそこにいます。はい、うん、あら、テーブルに乗ってるんですか。ね、まん丸だ。暑いですね。あ、ハトさん帰ってきてた。よかったよかった。ね、卵はあんのかな。ちょっとわかんないね。あ、口のとこなんかあんね。はい、11時ですね。うん、ちょっと雲がまた増えてきました。あの辺とかね、ちょっとね、うん、おぼろげに、なんか怪しい感じの積雲、ちりれ雲が来てますね。太陽も少し喧騒雲かなんかに覆われてます。日差しが遮られてる感じですね。基本的に軽雲、喧騒雲の雲がスピードやや速く進んでいってます、はい。まだね、晴れてますが、ちょっとまあ、ちょっと不完全な感じ。で、向こうの方からも、うん、怪しい感じが伝わってきますね。うん、11時38分なんですが、ちょっと雲がね、厚くなってきましたよ。総積雲の入り口でしょうか。はい、全天雲に覆われてしまいましたね。はい、向こうの方かなり暗いですよ。うん、さあどうなるんでしょうかね。急に 雲がとどろいてきましたね。うん、あれ雨降ってたのかね。うん、降ってきましたね。今降ってきたばかりですよ。現在時刻は12時12分、雨スタートでスポツポツと降ってきてますね。さあ少しだけ涼しくなったかな。はい、このように全天を覆っております。対流も混ざってますね、やっぱね。うん、もう強くは降ってませんけど、ちょっととりあえず降り出しましたっていう感じでポツポツと降ってます。はい、っていう感じです。はい、先ほど雨の一旦やんだんですが、14時6分また降り出してきましたね。次はちょっと降り方が少し強くなっています。はい、雨の粒が大きいですね。はい、こんな感じです。はい、雨粒が大きい。うん、あ、向こうの方かなり暗いね。はい、ちょっと中入ろうかね。濡れちゃうからね。うん、はい、ハトさんいなくなっちゃったね。うん、はい、15時53分となりました。雨止みましたね。うん、あんまり雨降んないですね。今日は雷雨になるかなと思ったんですが、思ったよりはなってないです。天気上がって晴れてきましたね。このまま晴れるのかな今日は。うん、なんだ、見たかったのにな。さあ休んできました。休んだら今は夜の8時になってましたね。はい、雨は降ってないです。降ってないですね。こんな感じで
積雲、総積雲が広がっています。まあ、さっきとそんなに変わらないですね。ただちょっとひんやりしてるかなと思います。はい。うん。かな、そんな感じかな。うん。さあ、虫取り、あ、いきなりね、家のそばに、コガネムシが発見しました。はい、なんだこの虫は。あ、いてた。なんだろこの虫は。はい、ちょっと夜のブルージュを今歩いてるんですけども、どんな虫がいるのか。あの虫結構鳴いてますね、なんかね。あ、こういう伝統のとことかね。今日は気温が20度くらいなんで、なんかいるかもしれないしね。雨上がりだし、うん、探していきましょう。なんか鳴いてますね、向こうはね。うん、見つけました。伺いますね。なんだろう、何の子だろう。はい、シャクガの仲間でしょうかね。いました、いました。あ、あれはクチバかなんかかな。あ、違うか。いるね、やっぱりね。ヤガの仲間かな。いました、動いてますね。おお、かっこいい。すごいね。おお、かっこいいし、なんだろうあれは。うん、あそこにもいましたね。なんだろう、ちょっと見えづらいかな。うん、ちょっと分かんないんですけど。はい、よう、結構今日見つけたね。よし、結構取れたね、この子は。ここにもいましたね。ちょっと見えにくいかな。少しこういう風にやってあげるか。あ、閉じた。この樹液なんかいますね。あ、あれハサミウシかな。中にいっぱい入れますね。まあいいや。あそこにはクモがいますね。まあ木の幹とかについてる虫とか食べに来てたかな。やばいな、見つけた。なんだありゃ。しかもオスとメスだね。ナメクジでっか、やばでっかいっすね。なんだありゃ。ちょっと待って、手と加え、こんなでやって、ほら、こんなですよ。やばいな、でっか、すごいな。これはさすがにこんなでかいのは初めてかもしれない。ちょっと、うわ、しかもオスとメス。うわ、でっか、ほんとすごいですね。これベルギーですけど、こんなでっかいナメクジ。うん、はい、という感じです。あそこにもいるね、結構いるね。夜の柳とかね。うん、あそこにいましたね。なんだろう、ヨーロッパミズナの木ですね。あ、ハリネズミ、ハリネズミ発見です。あと、おお、かわいい、見て。あ、ハリネズミ発見、触れるんですよこれ。あ、あったあった、ほら、おお、ハリネズミ初めて見た。うん、すごいいやー、超良かった、来て。ヘヘ、おふやりや。
Il y a peu, non, un peu, non. Et oui. Mais pas encore trop, parce qu'il pique pas. Quand il est vraiment, il va piquer. Mais là, il pique pas encore. Hey, coucou. Ah. Oh, こんな感じか。普段はこうして丸くしてるってね、隠れてるんだね。うん、針結構痛いね、やっぱりね、ハリネズミ。初めて見たんだよ、僕。日本でも見たことない。出て、ちょっと来てもらえますか。怖いのかな。さっき顔見たからいいかね。はい、いやよかったよかった、ハリネズミ出て。なぜかあのハリネズミ探してたわけじゃないんだけど、うん。おお。し。おお、顔が。わあ。お顔が。ごめんね、ちょっと起こしちゃってね。はい、そしてさっき取ってきた虫ですね。一番最初にいた虫ちゃん。はい、なんでしょうこの虫ね。うん。ちょっとわかんないんですけど。なんでしょうかね。うん、ちょっと調べてみようかな。よし、玄関に話したきゃ。いた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 。なんだあれは。はい、よしよしよし。よし、おきれい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 。ヤガの仲間かな。昨日、蜜吸ってたやつですね。おとてもきれいだ。あ、止まった止まった。あんな感じです。なんでしょうかね。というわけで、こんな感じですね。楽しかったですね、今日。あんなにいるとは思わなかった。うん。なんかハリネズミにも会えて、なんか良かったなと思います。ジャスミン、蜜とか吸いに来てないかな。ね。こうやってやると、いないかな。はい。じゃあ今日はこれでお開き終わりにしますね。はい。うん。ハサミウシ発見。ハサミウシいましたね。はい。じゃあ今日はこれでおしまいです。バイバイです。